神たちに拾われた男、星に。筋肉もりもりマッチョマンの変態野郎だけど心優しいオタクの社畜のオスが主人公。そのオスがガメをべらした後に、異世界の奴らが魔力使いまくって異世界の魔力が枯渇しそうだから主人公を受信機にして地球の魔力を異世界に流したいんで君、チート特典てんこ盛りで異世界で好き勝手生きてくれやという感じのシナリオ。この異世界の魔力枯渇問題を地球の魔力を主人公を受信機にして流し込む、主人公は自由に生きてねという設定ってなろう系だと親の子守歌よりも聞くテンプレの一つなのぜ。このテンプレがどこの何の作品発祥なのかはわからないのぜ。ここからがこの漫画の面白い部分で、初夏に転生した主人公はここから3年間ひたすら山にこもってスライム研究を始めるという部分がナロー系っぽくないがナロー系っぽくて面白い。テンプレだとすぐにお姫様が入った馬車が盗賊に襲われていたりするイベントが発生したりするのぜ。そんな感じで3年間スライム強化とレベリングをみっちりしてお肉よ万能チートになった後に冒険者が怪我しているというイベントが発生して、成り行きで助けたらその冒険者が偶然の貴族だったというテンプレで、そこからその貴族と交流しつつその貴族の娘と恋仲になって街に出て冒険者を始めるというシナリオ。絵柄が綺麗で読みやすく、シナリオもテンプレだがナロー系としてスラスラ読める作品に仕上がっており、ある程度関数も出ているので当然アニメ化する作品。ナロー系読んでいるとアニメ化する作品とそうでない作品がなんとなく予測できるようになったので。